何番？5番です。おい、3打てよな。右膝見ててください。右膝が前に出るか、また落ちこったな。右膝と右肩の間がぐっと狭まるか。ナイス、素晴らしい。手のこと考えんなよ、クラブのこと考えんな。ああ、今右膝が出ました。右膝が出るから右膝が出ないようにとかいうことじゃないですか。右膝をどう使うか、もう蹴ったらダメですね。蹴ったら右膝が絶対前に出ます。だから外人みたいなのがいいねんな。そうですよ、私もいいですよ、その方が。ただ今私たちが外人ですよ。間違いない。今ね、ここでこういってこの時にちょっと何言ってんの？こう向かって向かって、こう向かい悪いねって。測ってるんだよ。うわ、ナイス。うわ、ナイス。これ素晴らしい。これはいいよな。一発でできた。今どうやった？めちゃめちゃいい感触やった。右膝の使い方、これも高く上がってるから。ちょっとスプーンいこう。いや、スプーンスプーンも手でいけへんかったらいけんねん。さあ行こう。あ、やっぱり見て、3番のが飛ぶわ。うん、クラブ絶対下ろしてこんと右膝と右肩の間が縮まるように。あ、どう？いい。ストップな、ストップな、このままな。右膝を右肩のとこ、右肩にというか右膝を自分の体にグッと近づけてみて。
そうじゃなくてじゃあ普通にえいって膝蹴りみたいに、そう、はい、もう一回やって、えい、はい、せーの、えい、はい、じゃあ今右膝を上げるときに、はい、左に移動してるの分かる？ほら左に移動してるの分かる？ほら左に移動してるの分かる？ほら何？右膝を上げるときに左足に体重がいってるの分かる？うん、ほう、分かるな、こうな、おう、じゃあ左膝に体重1000と上げてみて。せーの、今いったよ。そういうことです。え、合ってる？はい、そういうことなんですよ。はい、行きましょう。はい、そうそう、はい、行きましょう。はい、はい、行きましょう、はい、そういうことですよ。はい、え、もうそういうこと。どういうこと？右足ついたまま。あ、テイクバックでしろってこと？そう、いやいや、あのダウンスイングな。あ、ダウンスイング、うん、オッケーオッケー。うわー、そう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 、あ、分かるわ。そうそう、ほんなら関係ないね。でもクラブも、そういうことですよ。合ってるやんな、これ。合ってる合ってる。スプーン全然打てるやろ。そういうこと、そういうこと。あんな上がるやん、スプーン。私のおかげです。いや、いやってな。ですね、すぐに吸収できる私のおかげです。おー、ナイス。おー、ナイス。おー、ナイス。ナイス。はい、じゃあ行きます。ラスト1球。ラスト、いやいや、この撮影ラスト1球で、これうまいこと言ったらスタバです。こっちのスタバめちゃめちゃめんどくさいねんな、頼む。あ、でもいいです。どんなでもいいよ、バチッと言ったら。はい、ゴー。めっちゃ飛ばす、ほんで、うん、なんかアンパイやな。アンパイやな、めっちゃ飛ばすって言った割には。もう一回。いや、じゃあ今のもアウトですよ、次は。オッケーオッケー。今のでもアウトですよ。オッケー。もう思い切って息のいいとこ見せてください。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら。 Twitter、Instagram もやってますので、登録の方よろしくお願いします。やめろ。